第2位、そしてホンダが第3位につけています。リンクには中国の代表が出てきました。今年は中国から3人の選手が出てきていますが、中国ナンバー2のミン・ツァン、チョウ・ミンがこれから演技に入ります。中国もかなり有力な選手が出てきましたね。そうですね、はい、彼も4回転を2種類入れる予定にしてますからね、はい、中国選手としては初めて4回転を飛んだパイオニアの一人です。滑りもとっても良くなってきてるんですよ、はい、前はジャンプを飛ぶだけだったんですが、この頃とても良くなってきてますね。足の先から手の先まで非常によく柔軟に体が動きますね、この人は、はい、そうですね、はい、からトリプルトーループ、はい、高さも流れもとっても良かったですね。スタートのコンビネーションジャンプは非常にいいタイミングで飛び出しました。チョウ・ミン、この後プログラムには4回転が入っています。4回転サルコです。素晴らしいですね。スムーズな流れでスタートしました。ダブルトーループですね。4回転2回転でした。コンビネーション、はい、素晴らしかったですね。これは素晴らしいコンビネーションでしたね。オリンピックではかなり失敗したんですがね、はい、今日は素晴らしいですね。ホンダが前半4回転にちょっと失敗したところがありますので、はい、この予選の順位というのが非常にこうウエイトが高くなってきましたね。そうですね、はい、現在ヤグディン、アブト、そして日本のホンダとこの3人がトップ3に並んでいますが、この分でいきますとこれかなり近いところまでいきますね。トリプルルッチですけど、これはちょっとステップアウトしてしまいましたね、はい、これまではほとんどランディングでも乱れを見せませんでしたチョウ・ミンですが、わずかにランディングで乱れました。したんですがダブルになりましたね。ちょっとスタミナがなくなってきちゃったんでしょうかね。
ピンコンビネーションで演技を終えたチョウ・ミン、前半に3つ大技を入れたコンビネーションを決めて素晴らしい出来でした。そうですね、オリンピックと比べたら素晴らしい出来だと思いますよ。はい、はい、ジャンプも高かったですし、前半で会心のジャンプが出ましたが、スローモーションで振り返ってみましょう。これがトリプルアクセル、トリプルトーコンビネーションですね、はい、流れが非常に良かったですね。はい、そうですね、はい、この後サルコですね。これが4回転サルコです。1回転、はい、2回転、3回転、4回転ですね、はいはい、これもクリーンですね。はい、綺麗でしたね。これが4回転等です。1回転、2回転、3回転、4回転、はいはい、この後もう1回セカンドジャンプが入ります。はい、これはダブルトーループ。場内から拍手が漏れていますが、さあ注目の得点が出ます。 5.4、5.5 というところがちょっと意外に低い点も出ていますが、最高が 5.8、 そうですね、はい、ちょっと技術点を抑えられたところもありますね。プレゼンテーションはどうでしょう。ちょっと下がりましたね、はい、あ、これで予選の A 組の19人のスケーターの演技が全て終わりました。